はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。今日はですね、この前ワールドウォー2が確か無料開放されてましたよね。まあ一応年齢確認のために日本は100円必要だったかもしれないんですけど、まあ今日はワールドウォー2をプレイしてみようっていうのはさすがにね、みんなやってるので、まあ、面白くないかと動画的にね思ったので、今日はワールドウォー2時代のね、選手時代のちょっと大会を振り返ろうと思います。まあ何をどのね大会を振り返ろうかなと思ったんですけど、まあ2018年2月11日の会議2018コールオブデューティーワールドウォー2プロ対抗戦をの最後の試合をね振り返ろうかなと思います。まあこの大会は本当に日本のシオリースポーツが始まったと言えるね歴史的大会だと思うんですよね。まあ大きいオフラインで賞金が初めてついて、で初めて世界大会 CWL 行けるようになるよっていうのが分かった日なので、まあ僕的にもすごいこうね印象が強い大会なので、まあこれを見ようかなと思います。この大会の、まあ前の年か2017年の東京ゲームショウで IW の時ですね、ラッシュクラインスポーツ対スカーズのスペシャルマッチをね確か行ったんですよ。まあその時ね、まあすごい視聴者数と観客さんもいっぱい来てくれて、まあかなりこう盛り上がったイベントだったんですけど、まあそれのおかげか、まあそれがソニーさんにこうね日本の COD シーンの厚さが伝わったのかわからないんですけど、まあその次の年からプロ対抗戦が始まるというね流れでしたね。まあ今思えば、まあ、すごい2年ちょっと前なんだけど、もっとすごい前のように感じますね。まあというわけで見ていこうと思います。じゃあね、まずはメンバー紹介からちょっと見ようかと思うんですけど2018年でしょ。なんかお、来た来たなんだろうな、全員こうすげえ幼く見えるんだけど、長戸と奈美ちゃんとレッドアンバー変わってないんだよな多分。僕もまあこの頃はね、まあ、筋トレもしてなかった頃なんですけど、なんか全員幼く見えるね、すごい。そうで、スカーズ、この頃のスカーズはね、ハントとグッピーもいるんだよね、この時。レイシャーさん、パンサーさんって感じで。で、この頃のグッピーとはね、全く絡んでなかったので、なんか、めちゃくちゃ怖いドミネーションミンっていう印象がありましたね。まあ今はね、なんかそう、すごいいいやつっていうのが分かってるんだけど。さあ、サーチから、サーチですね、これ、BO3 だったかな、この時は。の最後のサーチですね。ロンドンドックスか、ロンドンドックスのサーチ。まあこの時は、まあ、正直今ほどね連携面とか作戦とかね難しい話はしてないんですよ本当に。ねなんか本当、まあ、この大会の後 CWL アナハイム初めて世界大会行って世界のレベルの高さを知って。まあいろいろショルダーリングやらなんかいろんな基礎的、仕様の基礎的なものとかも教えてもらうというか、まあ知ったですよね。でもこの頃は本当何も知らない頃ね、今見るとなんかね何も考えてプレイしてないなって感じなんですけど、このマップはねまあ3レーンで、この時の試合はね、まあ、基本的に B 側行ってすぐ A シフっていうのをずっとやってたような気がします。さあここで僕がスナイパーでハントに抜かれてしまう、この時はショルダリングっていうのも知らない時です。ショルダリングっていうのはシオリーの基礎的な、まあ、テクニックなんですけど、こう壁に対してこう、ね、体をちょこちょこって出して、まあ、クリアリングするっていうだけの動作だから、それも知らないんですよこの時は。さあ FG42 だからワールドウォーズの本当初期の頃ですね。これはこの大会の後 FG42 が弱体化されて弱体化されて STG とかなんだけど、
脊髄反射で、この時の河川さんの実況すげえ感情がね溢れ出てるね。守りは、僕とレッドが基本 B 側行って、そのままいなかったら押してますね。これはで敵が A 側だろうってことで囲みに行ってる感じなんですけど、さあじんわり囲んでいって、ナミちゃんが1キルして、もう1キル囲んでますね。これは今見てもまあまあまあいい動きだと思う、正しい作戦だと思う。さあパンサーさん、この中でもう COD をやってないのナミちゃんとパンサーさんかな。選手として残ってるのはレイシア君、長と、あとレッドかな。なんかね、流れを、時の流れを感じますね、本当。さあ 2-0 で、攻めなんですけど、これはセンタースモーク耐えて B に行くっていうやつなんだけど、レッドがスモークを完全にミスっておりますが、まあこうセンター流れて、センターから B に流れて、僕も流れてっていうだけ。この当時多分考えてたのはそれだけだったと思う。あ、これで僕が敵リスまで押してますね。で、敵の一番奥まで押して、まあ前からこれで敵が来ないよっていうのは分かったんで、じゃあもうあとセンターと後ろだけだろうっていう感じですね。まあこれは正しい動きだと思う。まあこれはね 3-0 最後アサルト、最後長とってこれはまた守り方と一緒かもしれない。これ、まあ、僕がね投げ物を入れて B をクリアリングして、まあ、1枚だけ B にいるのかな、これは敵は。でここで僕たちはガツッと引いて、また A 攻めだろうってことで、これナミちゃん勝っちゃダメでしょ今のは。ナミちゃん元気でしてっから、もう彼やってないからね、もう どうなってるか分かんないですけど、もうゲームから離れてるのかな。久々に会いたいですけどね。うららさんのなんか叫び声が入ってるんですけど、あのこの時まあコメント欄でね、確かいろいろ荒れてたと思うんですが、この運営側はね、その配信上にそのオフラインの会場の盛り上がりをなんとか乗せたいってことで、会場側の声をわざと入るようにしてあるんですよ、これ。だからその観客の声が入るようになってるんですよね。なんですけど、あんまりこうわーわーってね、叫んだりこう応援したり人はあんまりねいなかったと思う、当時で。プラスまあそういうことをやるのはうららさん、大体うららさんで、うららさんの声がバカでかいので、配信に乗るのはうららさんだけになるっていうね、っていうことがありましたね。まあでも運営さん的にはもうどんどんもううららさん声出してくださいみたいな感じだったんだけど、コメントではうるせえとか言われてたけどね。まあオフラインのさ、こういうイベントでうるせえ、観客の声がうるせえってのはありえないでしょ、スポーツ的には。そんな野球とかサッカーで応援してる人うるせえって言う人まずいないですよね。そこはね、僕もどんどん観客の人は声出してほしいとは思いますね。そこは楽しんでほしい。さあここで僕2枚削ってラスト半島に対して先に打ったんですけど、まさかのね、ここで半島がね、デュアル半島っていうね、チート武器を使ってやがってね、これがね、僕絶対これ勝ってたんだけどな、3枚抜きで。もうこれ直接半島に行った気がする。まあ、この大会の後確かデュアルがね、使えなくなったと思います。さあ、ここはセンターからレッドが B を守る形かな。まあ B はね、センターから丸見えなんですよね。だから B 側に置かなくてもセンターから守れるよっていう感じで。で、空爆もあるから、そう、Q ストリークが使えますね、この作品は。e スポーツルールでも。
戦闘を止める。残されたのはグッピー、さあグッピー半島残り、今の光栄、落ち着いています、落ち着いています。さあここは僕がテキリスの階段ずっと待ってたんですけど、まあ敵が B 側だなって思ったんで、まあもうそれ以上詰めない、 B に囲む感じ、それでも囲んでとどめようっていう形で待ってたらちょうど来たって感じですね。さあここは最後のレッドの FG42 ってとこじゃないかな、河川さんの FG42 が刺さるとこじゃないかな。さあこれは攻めですけど、初動ちょっと引き気味で一回待ってますね。確かこれキルストリーカー使える前に待ってたと思う。でキルスト使えるってことで、キルスト今飛行機呼んでますね。呼んで当たらなかったけど、まあ、じっくり上がって B を制圧からの、もうこのまま全員で B を上がっちゃおうっていう動きをしてますね。さあ正面にハントとグッピー2人がいて、だけどこっちは全員固まってるので、ラストアナハイム CW 世界へ行けラッシュ、見事グランドファイナル制し王者に輝いたのはラッシュゲーミング。まあなんか泣いとるけど、まあまあ当時はね、まあ、初めて世界大会に行けるようになってって聞いて、まあ、その当日に聞かされたんですけどね、まあ素直に嬉しかったですよね。見せていただきました。まあなんか今見るとね、正直プレーとかね、そういう作戦とかも全然何も深く考えてなかったし、正直ね、まあレベルは全然高くなかったんですけど、内容は。まあそういう時代もありましたね。で、この後、世界大会行って、コテンパンにやられて、世界とのこの COD のレベルの差とか、知識量の差をね、こう知るんですけどね。まあこの後僕のなんか、インタビューあるけど、恥ずかしいからちょっとここはカットしよう。じゃあちょっと第5回の試合もちょっと見ようかと思います。プロ対抗戦第5回の最後のハードポイントなんですけど、まあ、この大会の前、まあ、波の脱退と、長門の突然の脱退で、メンバーが足りないっていう状態に陥ってました。で、その時は、もう、この大会出れない、最後の試合出れない可能性があったんですよね。だけど、もう契約上絶対に出ないといけないんですよ、何が何でも。だからもう本当に絶対メンバーを探さないといけないっていう状況になってて、まあ、本当ねプロ対抗戦の後半もうつ状態でしたね。まあ、脱退続きとチームの問題いろいろあって、もプラス契約とかいろいろあってね、プロ対抗戦の問題発言もできないから、まあ絶望的でしたね。うつ状態ですよ、もう正直。もう やめる可能性も全然あったし、もう崩壊状態でしたけど、まあ奇跡的にグッピー見つかって、でルーク、本当奇跡的にルークが最後見つかったっていう。まあルークはねウィンレッドの紹介で来たんですけど、まあね本当奇跡でしたね。まあ最初は彼はもちろん最初が強く勝ったわけじゃなくて、まあ最初は若い無名の人って感じで来たんだけど、まあでもまあ一緒に何回かプレイしてみて、なんかこいつある気がするなと思って、なんかこいつは持ってるんじゃないかな。でも第6巻というか、なんか直感で決めました。直感でこいつはなんか伸びるような気がするなと思って、彼を迎え入れて、まあ彼のおかげでこの大会出れて、で最後にまあ、美容法で彼は活躍するっていう。まあ今彼は、選手の方はね、もう引退してるんですけどね。まあ自分の人生の道を歩んでるんだけど、まあ本当彼に救われましたね、ラッシュゲーミングは。彼が来なかったらおそらくこの大会も出てないし、チームも完全崩壊してたと思います。でね、まあこの大会の心境、この大会の前はね、まあ厳しかったですよね。まあ新人2人もすごいプレッシャーと緊張で正直ガクガクでしたし、だから本当なんとか引っ張らないといけないし、
彼らのこう実力をなんとかね引き出さないといけないというか、のびのびプレイできるようにしないといけないなと本当思ってて、まあ試合の前は本当結果気にせず自分のプレーをしていいからねみたいな、緊張しなくていいからねとか言ったけど、まあ効果があったかどうかわからない、まあむしろそっちの方がね緊張したかもしれないんですが、でこれ前半戦はかなり有利リス取られて点差が開いてしまいますね。でまあ本当にメンバー新人特に2人が伸び伸びプレイするためにはって思った時に、まあほとんど、まあ、自分自身が試合に集中ガン集中することと指示を出すことと基礎的なねことを絶対外さないこととか、あとまあ味方のプレーとかに対してのリアクションをしっかり取ったりね、まあ、自分が楽しんでるよっていうことにこう出すようにしてた気がする。なるべくね、自分そういうキャラじゃないんだけど全力でそういう風にはしてました。だから相手がこう楽しく緊張せずのびのびプレーさせるためにはなんかね、いろいろこう言っても正直絶対緊張するんで、まあ、それより自分自身が緊張せず楽しんでやってるっていうところを見せた方がねいいなと思ったんで、で前半戦はすごい、まあ、点差がついて厳しかったんですけど、まあ、なんで勝てたかっていうと、やっぱり、まあ、基礎的なことを絶対守ったからなんですよね。やっぱり、まあ、ちゃんとローテをスルーだとか、先より敵よりねローテスルーだとか、本当そういうとこですよ。まあ、どんなにね上級者同士でもそういう点差が開いてたりすると慌ててね行っちゃったりとかミスはいっぱいありますから、まあ、そういうことをしないこと、まあ、後半は良かった試合かな、まあ、ひたすら指示を出してましたけど、まあ、正直、まあ、細かいコールだとは覚えてないんだけど、いやでもなんか人間ってなんか変な大げさな話になっちゃうかもしれないけど、人間ってやっぱ引っ張る方が成長するんですよね。僕もこうプロ対抗戦経験して思ったけど、第1回と第5回でやっぱりね、いろいろ全然プレー面もそうだし、なんか心的な面もそうだし、まあだいぶ、まあ、自分で言ったら変化はしないけど成長したねプロ対抗戦でしたね。特に後半は、ね、メンバー脱退が続いて新人をねどうにかしないといけないっていう状況になって、まあ成長はしたかなと思います。で今のメンバーね、今モダンオフェアシーズンの、グあとあのレッドとか、ゴロとかベブラとかが今は成長してほしいなと思うんですけど、まあ今はね彼らが引っ張る側なので、まあ、過去の僕のようにね成長してほしいなって思ってます。だからあんまり僕は一応今後多分コーチ的な感じで、サーチのコーチ的な感じでねいろいろ手助けをたまにしたんですけど、あんまりやりすぎない方がいいかなっていう、彼ら自身でやってもらった方が多分成長はすると思うまあここもローテ取られてたけど、まあ単純にね、エリアに行くんじゃなくて、ここ2方向で挟んだんですよね、さっきの崩しは。まあ、1人、2人、こっちに手前で待ってもらって、僕ともう1人をぐるーって回ってるから、まあ、今、裏取りしてるから2人待っててって言って、僕たちが揃ったタイミングで、よし、今行っていいよってコールして、挟んでエリアを潰してっていうことをやってましたね。アリス・ワンダーランドが残党狩り。まあこの試合ギリギリでしたけどね、本当にギリギリ、まあ相手のミスもあったかな、あったのかな、まあ、本当運も良かったですね正直。さあ真ん中のエリアはなかなか崩しができてなかった気がするな。まあでも今現在僕たちはハーフドポイント2歩側を取ってる感じさあ
残り20秒でローテ敵のローテを防ごうと思って僕はここに隠れてますここに隠れて通り過ぎたところを倒すっていう。でここは、まあ、最後に入られてるわけじゃないんですけ ど僕たちはリス吹っ飛んでるんですよね。敵がまあ右画面の右側、マップの右側に固まってる状態で、ここ敵うまかったですね。そこから一気に正面に集まってきて崩しに来るっていう3方向から、これは敵の崩しがうまかったです。プラスこれでさ、ローテも若干取られてるか、大丈夫かな。さあ30秒で、今30秒になるところ、31、30、さあここで誰かローテしないといけないんだけど、僕ローテって言ったかな、言ってないかな。ここ1人ローテ、ちょっと遅いですね。これはちょっと遅い、ちょっと遅い。2番レッドが謎の停滞をしてますね。中に入られてレッドが勝つかどうかが重要なところ。どうだこれは。さあ、ナイスいやー、でも今挟んでますね。いいですねこれは。いい形、いい形。敵を寄らせて40秒。ここはまあ、まあ、ここはねもう覚えてるのは、あんまりでこっちから出るなんすね、こっちから打ち合いに行くなとは言った気がする。まあどっちかっていうと敵をエリアに入らせたい感じで、まあ取られたけど残り20秒で次リスは取れてるから、まあそんなに問題ではないけど、リス今この段階でリスは飛んじゃったんですよね。これ多分レッド触ってたら飛ばなかったのかな。だけどまあ次のエリアはね、なんか部屋の中なんですよ、小部屋の中だから、中をとリスが取れてなくても中を取ってればどうにかなってするんで、これみんな中行けって言ってますね。でグッピーが入って、で僕も入って、で中で守る形を作りましたで味方が来るまで僕はちょっと待機して、味方が来たタイミングで打ち合いに行って、中を削って、さあ3弾入ったからリスポーンが飛びましたと。いやでもこう見るとやっぱ COE はスライディングない方がいいね、本当にベーシックなこの COE やっぱね、スライディングだとスライディング系になっちゃってね、マジゲームが壊れますねあと4対4っていうのもいい。もともとビオホで5対5になったんで、競技シーン的なね面考えたわけ、競技シーン的な面で考えたわけじゃなくて、公開マッチとその競技シーンの人口55っていうね人口にして同じにしたかったからっていう理由だけなんですよね。まあそれがモダンオフェアでもズルズル来ちゃってっていう感じなんですが、まあ、かなり正直プロ勢もね文句が溜まってるので、おそらく次作品は、まあ4対4に戻る可能性はかなりあります。さあここはいいね、いい取ったね。さあここからはもう本当基礎的なもんですよ、無駄に打ち合いに行かないですよね。いいポジションから、いいポジションから、顔体出しすぎず決め打ち、決め打ちはいって感じで崩して、でこれで味方の位置的にもう敵の方向が一方方向に固まったんで、僕も空爆読んで、グッピーもさらに続いて、もう敵はこっちしか正面しか来ないんで、これは分かりやすいですね。ここも決め打ちがちょっと決め打ち気味なんですけど、まあ本当こう見るとやっぱスライディングの美容法とかね、モダンオフェアだったら多分あそこ今スライディングで飛び出してとか、なんかうにゃうにゃやるんですよね多分さあここもまあ先に両手取れてますねっていう感じですね。ロッテだねいやでもいいね、ワールド2の e スポーツ、うん、本当スライディングもなくて、なんか飛んだりもしないから、本当ベーシックな COD っていう感じで、まあ、次回作もしかしたらこういう風になるんじゃないかなと思うんですよね。ベトナムのね時代背景がベトナムっぽいんで、
まあ、それで4対4でってなると、まあ、かなりシンプルで、本当昔ながらの COD になるんじゃないかなって期待してます。まあこの時はひとまずとりあえず安心はしましたね。まあ、この前の試合でスカー戦で負けちゃったんで、グランドファイナル行きはねもうできないですよ、できないって分かってたんですけど、まあなんとか勝ってた感じだね、これは。だから安心、まあまあ一安心、喜びっていうより、まあ、まあやったとりあえずやったぞみたいな。まあいやね、うん、いやこのグッピーとルークも凄まじかったと思うんですよ、プレッシャーと緊張、突然ラッシュに来てこんな舞台で戦ってっていうのめちゃくちゃ怖かったと思うんですけどね。まあ本当にありがたいですね、一緒に出てくれて、よく戦ってくれたって感じで、もう彼らのおかげでラッシュゲーミングが本当つながったんでね、崩壊を免れたので。はい、というわけでちょっと今日は長めの動画になったんですけど、まあたまにはねこういう感じもいいんじゃないかなと思います。まあまあね、昔を見るのはこれぐらいにしましょう。というわけで、皆さんお疲れ様でした。長いことにありがとうございました。ぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いします。お疲れ様です。